あ、こんな感じか。できましたね。はい。こんな風に、まあ、こんな感じで付け足してくれるわけですよね。どうでしょうか。これでなんかさっきと随分違うものになりましたよね。ちょっとこれ。はい、これですね。先ほどのビフォーがこれ。そしてアフターがこれと。随分変わったではないでしょうか。残念な写真がいい写真になりましたね。はい、そんな感じですね。はい、こんにちは、フラッシュです。今日はね、ちょっと私最近びっくりした話題があるのでご紹介したいと思います。以前の仕事からデザインのね、仕事ずっと長年やってきましたから、フォトショップとかイラストレーターとか、あの手のこういわゆるグラフィックソフトですね、をずっとこう使ってきてたんですけど、最近ちょっとあまり使う機会が減ったんですね。で、最近ね、Adobe のフォトショップがめちゃくちゃ進化してるっていうことを知ってですね、ちょっといろいろ試してみたらすごい進化してたことが分かったので、ちょっとご紹介したいと思います。興味ない人にはまるで関係ない話かもしれないですけども、今の AI の技術ってどれほどのことができるかをね、ちょっと知っていただく機会にしていただければと思います。それではいってみます。レッツゴー。ということで、今日ご紹介するのはね、Adobe の Photoshop というソフトですね。まあ、これも結構高価なソフトではあるんですけども、デザイナーとか写真やってみる方とか、そんな方の定番ソフトみたいなものですよね。で、前だったらいちいちこう手間をかけてトリミングしたりとか、なんかこうコピペしたりとか、いろいろやったんですよね。例えばね、こんな写真、はい、この私の、まあ、バイクの写真なんだけど、いい写真ですよね。そう、いい写真だけど残念なことがここにありますよね。例えばこのトラサクっていわゆるトラサクの看板がついてたりするじゃないですか。で、これをちょっと消したいですよね。で、昔どうやってやってたかというと、ここにですね、スタンプ機能というのがあって、スタンプ機能を使ってこうやって消すんですよね。これぐらいにして、例えばここをコピーして下に貼り付けるみたいなね。で、こうやってこういちいちやってたんですけど、なかなかこれがね、うまくいかないんですよね。はい。で、まあ、それ経験のある方は分かると思うけど、まあ、これでも消えたよね。消えましたよね。まあ、この奥の方も同じようにこうやって消していくんですけど、まあ、こういう作業が実はもっと簡単にできるようになったというお話です。この写真のこのトラサクを消すっていうですね、投げ縄ツールっていうのがあるんだけど、この投げ縄ツールでぐるりとこれ囲んでやると、ここに生成塗りつぶしっていうのができたんですね。生成塗りつぶしっていうのをやって、イレース、はい、ほら一発で消えたでしょ。で、消え方もいろいろパターンがこう選べるようになってるんですよ。これが自然、これが自然みたいなね。これが一番自然だね。で、同じようにちょっとこちらのやつもやってみようと思います。これはちょっとこう日が当たってるところで若干こうあれだよね。はい、ここも、イレーズ。はい、綺麗に消えましたね。この部分ね。まあ、そんな感じでどんどんこう消すことができるわけです。例えばこのケーブル、このケーブルが2本見えてますよね。これなんかもちょっと気になるなと思うので、このケーブルとこのケーブル、これはUSB のケーブルが映っちゃったんだね。はい、このケーブルとこの上下のケーブル、これを同じように消して、どうですか、消えたでしょ。これこの2本、こんな風に消えましたよね。こういうことがね、やってくれるんですよ。これでだいぶこうスキッとした感じですよね。細かいこうゴミがいっぱい、ゴミが消えなくなりましたよね。はい、ということで、まあ、これはこれでいいんですけど、ちょっとこれだと構図的に使いにくいなみたいな、例えばもっと正方形の写真が欲しいなっていう時ありますよね。そういう時にも実はね、今まではここ塗り足しとかってやってたんですよね。コピペコピペコピペとか言って、カンバスサイズですね。カンバスサイズを例えばこのここを起点に3500ぐらいで、高さも3500ぐらいの正方形、こう正方形、そうするとちょっとこう上がないので困りますよね。これを、まあ、先ほどやったようにこのスタンプツールを使ったりとかしてやるわけですよ、ちまちまと。
やってたわけですけど、こんなことをやっとれるんですよね、実はね。昔はこうやってやってたんですね。まあ、昔の話しても仕方ないですけど、はい、つまりこうやってスタンプツールを、ね、うまく使いこなしてやってたんで、私これ得意だったので割とできたんだけど、今はねそんなことやらなくても、ここを一発でこうやってまとめてね、はい、これ生成塗りつぶしで、そうですね、塗り足しですね、いわゆるね、塗り足し通じるのかな、塗り足し、日本語で塗り足し、塗り足しって英語では、まあ、アディションって言うんだけど、まあ、アディションってやるのが一番間違いないんですけど、あ、こんな感じか、できましたね、はい、こんな風に、まあ、こんな感じで付け足してくれるわけですよね。どうでしょうか、これでなんかさっきと随分違うものになりましたよね。ちょっとこれ、はい、先ほどの映像がこれですからね、これとこれがこれになったということで、すごくないですか。こういうことがね、最近のフォトショップできるようになったんですね。でちょっと続いてもうちょっと面白そうなものをやってみますね。例えばあのこういう邪魔っ気なものを消すのなんてもうわけないですよね。例えば、まあ、まず最初にこれトリミングしとこうか、正方形ぐらいの形で、まあ、こんな感じかな、はい、まあ、こんな感じでトリミングしましょうか。で、この邪魔っ気なこのバスね、このバスをちょっとこうさっきと同じように、こんなのはお手の物ですよね。この AI っていうのはそのただ消すとかじゃなくて、こう塗り足しをちゃんとやってくれるってことですね。ほら後ろの山までちゃんとこう写してくれるわけですね。ちょっともうビフォーアフターで、これ後ろの山があるのかないのか分かんないの山を付け足してくれるようなことをやってくれたりとかね、はい、それ以外に例えばそうだね、このなんか草が綺麗じゃないね、これね、これは必ずしも綺麗じゃないので、もうちょっとこれをこう芝生らしい感じに、はい、こんな感じで芝生になりましたね。ちょっとこれもいろいろ芝生でも選べるような感じに、ちょっとこれ不自然だね、まあ、これが一番自然なのかな、はい、そんなことができるようになる、はい、ビフォーアフターを見てみると、こちらがビフォーア、こちらがアフターと、まあ、随分違う写真に生まれ変わりますよね、はい、こういうことがね、比較的簡単にできるようになったんですね。もう一つこれ面白そう、例えばこれはカムイ岬というところに行った時の写真なんですけど、ちょっと残念な写真だね。本当はもっと綺麗に撮れたつもりなんだけど、帰ってきてみたら残念みたいな、こんな写真まあまあありますよね、はい、こんな時にまず先に何が残念かというと、この人が写ってるここですね、はい、これは先ほどやった通り、投げ縄ツールでこの人をじゅーっとこう囲ってあげて、この人 をまあ消すと、はい、綺麗に、あ、向こう側の椅子までうまく見せてくれましたね。ちょっと違い、ほら向こう側になんか椅子をちらっとこう、ここのところね、椅子を付け足してくれるあたりはこうなんか憎いですね。ちょっと他にもバージョンがある、椅子のないパターン、あ、なるほど、パネルをちょっと大きくしてるパターンみたいなね、はい、何が正解かは分かんないです、後ろの影に隠れてるので、まあ、とりあえずこれでいってみましょう。こういうふうにね、3パターンから選べるようになってるんですね、はい、そして、もう一つ残念なところが、これね、ちょっと傾いてるんですよね、左へ 1,2 度傾いてるんですね。なので、多分ね1度か2度、はい、これで1度傾けると、ここの垂直の線がほとんど垂直になりましたよね、うん、これで多分合ってると思います。 1.5 度ぐらいだったかな、もうあと少しかな、ね、これ垂直出てますね。 OKOK、 垂直になりましたね、はい、ということで、まあ、ここで垂直が出たということで、2つ目の残念な点が消せたんだけど、もう一つ残念な点があって、実はこれ全部映ってないんだね、灯台 のレンズのところが。でしかもまあ構図がねいまいち良くなくて、これをちょっとこう構図を、まあ、先ほどからやってる正方形に変えたいなと思うんですよね。キャンバスサイズを幅3000、
高さも3000にしましょうと、はい、こんな風になるといいじゃないということですね、はい、そうするとこう上下が足りないですよね、はい、そしてまたこれも先ほどと同じようにこことこの部分、この部分をここで、塗り足しですよね、アディション、あ、ちょっと違うな、あ、なんかいい感じになりましたね。こういうことですね。本来見えてないものをこんな風に考えてくれるわけですね。 AI ってすごいよね。はい、これでちょっとこうそれらしい写真になったと思いませんか。はい、これですね、先ほどのビフォーがこれ、そしてアフターがこれと、随分変わったではないでしょうか。残念な写真がいい写真になりましたね。はい、そんな感じですね。まあそれ以外にもいろんなことがやれますよ。あの雑踏を消したりとかいうこともね、簡単にできるので、これはね、あのこれからの仕事が随分変わると思う。これもこの間行った時の、紅葉を撮りに行った時の写真だけど、もう人がいっぱいいて、もうなかなかシャッターチャンスが出ないんだよね。そういう時にこういう人をね、まあね、どいてくださいとは言えないでね、言えないですからね。はい、まあ、こんな感じで、ちょっとこの辺も、まあ、ついでにここの、これも、電柱、こいつも消してやろうか。はい、こんな風にね、これを同じようにフレーズしておきましょう。まあこれね、本当にこれができるなんてね、フォトショップの仕事が全く変わって楽ちんになりましたね。昔はね、本当にこうちまちまこう消してたんですよね。なのでそういう作業が全くなくなったので、なくなるので、これは本当に、まあ、単価も下がるし、仕事もとにかく早くなりますよね。はい、まあ、かといって、なんかの映ってる？これも何通りか選べるようになってますからね、これね。あ、なんかここにゴミのネットがあるね。まあ写真ってこう、いかに人工物を写し込まないか、できればここにある看板とかも撮りたいですよね。ちょっと看板も撮っちゃおうか。この辺にいろいろ映ってるごちゃごちゃしたものを全部、せっかくの綺麗なモミジがね、なんかこう台無しになっちゃうんですね、こういうものがあるとね。まあでも本当の写真じゃなくなりますよね。まあ、あの本当の記録にはならないけど、まあ、でもこう見た目ね、綺麗にしたいということかな。あ、綺麗になりましたね。どうですか、撮れましたよね。これあるのとないの、あるのとないの。あ、木の影とかもこう綺麗に出してくれてるんだね。あ、いいじゃないですか、これでいきましょう。はい、そして、これもやはりトリミングしたいですね。ちょっとできれば今度は縦長の映像にしたいとか、はい、こんな感じですね。そうするとこの白紙な部分を埋めてやる必要がありますよね。まあ、ここに先ほどと同じように、アディション、たまにね、ちょっとヘンテコリンなものを出すんだけど、まあでも何回かやるとそのうち綺麗な求めてるものが出てきたりしますよね。あ、緑はおかしいだろう。はね、紅葉なんだから。何これ。あ、これぐらいが自然だね。うん、これぐらい自然だけど、まあまあこんな感じですかね。単純にこの上の木なんかもちゃんと、あ、これいいんじゃない。これ枯れ木で、あ、これはこれでいいですね。ちょっとこれは保存していきましょうか。これも空間、まあでもこれはちょっとつまんないかもしれないですね。確かにね。あ、これぐらいがいいかもしれないですね。これすごいね、この上の枝をちゃんと足してくれてるんだよね、こういう風にね。あ、これでいきましょう。はい、これがアフターです ね。でこちらがビフォアということで、随分変わりましたね。はい、まあ、これがこうなるということですね。変われば変わるものですね。まあ、こうなるとあの素材として使えるになると思うんですよね。まあ、これじゃちょっと使えないもんね、人がいっぱいいてね。はい、そんなことです。はい、ということで、最近フォトショップがめちゃくちゃ進化してる
いよいよこうプロがもういらなくなるレベルまで来てるかなという感じになっちゃってますよね。まあ、こういうのをこう見てると本当に仕事のやり方が変わるんだよなということとか、ね、ちょっとこう自分たちのやるべきことを見直さなきゃいけないなというふうに感じますよね。はい、我々の知らないうちにどんどん進化している。 AI にやっつけられないように AI をやっつけてやりましょう。そんなわけで今日はですね、Photoshop 進化したという話でした。ちょっとびっくりしたので、ぜひ皆さんにお伝えしたいなと思いました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは、まあ、こういったことも含めてね、まあ、最新情報なんかもお伝えしていきます。ガジェットなんかもね、ご紹介してますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ようさん、さよなら。いやー、もう本当に昔これがあったら、本当助かった。さよなら。